今日は昨日に続き、前進んでたところの昨日の公園とここも結構遊んでました。あ、やばい、また行き過ぎてしまった。はい、丸山デコボコ公園です。オープニングでした。じゃあね、下君なお。今日は丸山デコボコ公園、中央区北一条西27丁目、札幌市中央区です。土木管理課の電話番号です。はい、さて失礼します。はい、失礼します。入ってすぐ左、はい、ベンチ、俺のチャリ、はい、街灯。そしてここには遊具がね、鉄棒2連式と、あ、また出た、昨日に続きジャングルジム。ここはね、そこの入り口のところにね、水飲み場もありますんで、さくらんぼ公園と同じ飲みと手の手洗い。ジャングルチームの隣に砂場とベンチ、そして木があります。木が2本あって、ここにも街灯、2本目の街灯がありますね。はい、滑り台、はい、ブランコ、そしてここにも休憩所があります。面積はね、狭いな。端から見た感じ、このぐらいの広さかな。ちょっとアップして、こんな感じ。今日はブランコで遊びます。宙返り、はい、すいません、ブランコとあとベンチでの、画像が止まってしまいました。すいませんでした。ちょっと一回ここでカット。お母さん、来たけもご主人です。入り口入ってすぐのベンチで、ね、座ってます。ここが一番ね、濡れてないんで。デコボコ公園、札幌市中央区北一条西27丁目 1-27 ですね。そして口コミ、はい、3.8、 お、少しいいぞ、 3.8。 ね、1、2、3、4つ、いいねしちゃって、1つ目コメント、小さい公園、4歳くらいまでだったらちょうどいいかも、衛生的にもそんな良くない。え、そんな良くないっていいのか、ダメなのか。はい、次2人目、いいわーだって、いいわーって。3人目、なし。4人目、なしでしょ。で、評価ね、 3.8 です。3.8 です。そしたらまたね、ちょっとカット、シール貼らさせてもらう、説明の終わりね。はい、どうも、シールを貼らさせていただきました。ぺったんこ、どうしようかな。今日フィギュア持ってきたんだけど、サプライズに置いてっかな。ということで、まだちょっと小雨です。雨降ってます。ただいまの気温が
21.3、 20度いってますね。よし、今日も雨降ってんでそんなにひどくないけどね。帰ります。じゃあアラビンドビンアギジャビン。はい、土日は休みで月曜日からまたあなたの近所の近くに、ありがとう、近くの公園に出没します。それじゃあまたね。はい、丸山デコボコ公園でした。じゃあね。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。丸山デコボコ公園でした。入ってすぐ左側にベンチでここでお話ししました。そして遊具は鉄棒2連式普通ノーマルですね。そしてあと昨日に続きジャングルジムと、あと砂場とベンチ、これベンチ2台分くっつけたかな。そしてあと滑り台一直線でブランコ奥に一機ね、2人。そして入り口入ってすぐ右に水飲み場あります。で、ブランコの右隣一番奥に休憩所屋根付きになります。はい、ここにサプライズプレゼントを隠しました。さてどこかな、赤いカプセルです。じゃあまったね。